スタジオトリガーでキャラクターデザインと作画監督をしている吉成洋と申します。今日は主人公のデイビッド・マルティネスとヒロインのルーシーを描きたいと思います。デイビッドっていうキャラクターがまずどういう性格でどういう、動機を持って、なんていうか何をするかっていうそのキャラクターの捉え方をまず決めて、そこからまあキャラクターを作っていくっていうことですね。でそのゲーム会社の、CDPR からの要望としては作品はノワールにしてほしいっていう要望があったんですよね。ノワールっていうのはまあ昔の、まあ、ギャング映画みたいなものによくあるんですけど、デイビッドはちょっと少年という、まあ、あんまりノワールには出てこないタイプのキャラクターではあるんですよね。そのだんだんと、破滅に向かっていく主人公みたいなのが少年であるっていうのがちょっと、まあ、最初は捉えるのがすごく難しかったですね。そのファンファタールに当たるキャラクターっていうのを、まあ、またこの普通の男を暗黒の世界に引き込んでいくような、なんていうかすごい怪しい魅力を持ったキャラクターになると思うんですよね。デイビッドのジャケットのデザインなんですけど、まあ、この、なんていうんですかね、救命隊員が着てるような強い黄色のビビッドな黄色のジャケットなんですけど、まあデザインの原型になるものは CDPR さんからいただいていたんですけど、まあちょっとその色彩が、ゲーム本編の B が着ているジャケットにも似ているんですよね。それはやっぱりその元のゲームのイメージから何かイメージをつなげたいなというのがあって、同じ世界観を共有してるっていうことを、まあ、分かって、まあ、端的にお客さんに伝えたいなということで、ちょっと、まあゲーム本編のデザインを踏襲したような形になってますね。まあ、ルーシーのデザインに関してはかなり自由にやらせていただけたかなという気がしますね。まあさっき言ったように、まあいわゆるファムファタール的なキャラクターで、まあ主人公をそのアンダーグラウンドの世界に引き込んでいくみたいなキャラクターで、まあそういう怪しい魅力を持ったキャラクターにしたいなというのはあるんですけど、まあちょっとその辺も昔ながらの単なるなんか悪女みたいなことじゃなくて、まあその主人公であるデイビッドから見て魅力的である、まあ、ちょっと大人の女の人、ちょっと悪いことを教えてくれるような女の人っていうことで、まあちょっと可愛げもあると、あまりにも、よなれしたような人っていうわけでもなく、何かを秘めてるんだけど、まあ行動も奔放で自由で、まあいろいろと縛られている物語、序盤ではいろんなものに縛られているデイビッドに何か自由な世界を見せてくれる、そういうところに導いてくれる、まあそういう人にまず見えてほしいというのはありますね。まあ日本のアニメではやっぱヒロインの造形っていうのはすごく大事なんで、もうそこはやっぱりちょっと我々の感覚でやらせてほしいなと思ったところですね。まあその髪の色に関してはそうですね、やっぱり特徴を出したいっていうことで、最初はすごく派手な極彩色の本当にカラフルな南国の鳥みたいな、なんかそういうものを特徴をすごく出したいなということで、まあちょっと髪の色はいろいろ模索したんですけど、まあ最終的にはちょっと上品な方に持っていったという感じですかね。今回に関してはまあやっぱり90年代の、アニメのテイストっていうのを求められてるなということを感じたんですけど、まあ、むしろそのいかにも90年代って感じに引っ張られすぎるとまずいなと言って思って、ルーシーも本当にそのリクエストに応えると広角機動隊の草薙素子みたいな
キャラクターになってしまうんですよね。だからいかにそこに近づかないかみたいなこともテーマではありましたね。どうもあと時間が30秒しかないらしいので、それで作品を完成させたいと思います。申し訳ありません、色をつけるところまでいけませんでした。これで完成です。皆さんどうだったでしょうか。サイバーパンクエッジランナーズ、どうぞよろしくお願いします。